はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。鬼滅の刃最終回、たった今終わりました。見ていたんですが、続編もねアニメ化決定ということで、とても嬉しい気持ち、このままね動画撮っていこうと思います。皆さんイニシャル D コラボ、今回は合わせて残り3つということでしたが、そのね GP の方終わりました。お疲れ様でした。皆さん結果の方はいかがだったでしょうか。今日もねいつものように結果発表と、そして次回のイベントのお知らせも来ているということで、そちらの方も見ていきましょう。では簡単にね今回の僕の結果をまず見ていこうと思います。はい、このような結果となりました。最終ランキングは4541位ですね。セカンドチャンネルの方でも少しお話ししたんですが、今回のトップ3000の報酬車両ですね、あの舘智之の EK9 原作タッチでしたね。あちらもまあ特段ね、ステータスがいいっていうわけでもなかったので、今回はまあこのトップ5000の秋山渉のレヴィンの86原作タッチ、こちらに狙いを切り替えて走っていきました。まあトップ5000ということで結構ね楽に入ることはできました。ということでこのね報酬、受け取っていきましょう。はい、こちらではまずトップ5000のアバター、そしてこの星6ですね、星6の秋山渉の原作タッチバージョンのレヴィン、こちら、そしてこれねいつもまあ1枚だけでも夢があるこのねチケット受け取りましょう。そして40メダルということです。それでは一応見ていこうと思います。こちら、秋山渉の原作タッチバージョンのレヴィンですね。まあ特攻車両でもあるので皆さんすでにね見ておられるかと思いますが、まあステータスの方もねこんな形です。はい、それでは見ていきましょう。まあ以前もお話ししましたが、このねイニシャル D コラボということで新しく、ドレスピを始めた方も、たくさんおられますので、このねレヴィンですね、秋山渉のレヴィンというところでまあ有名な車両でもありますので、この車両もね、まあ、ランキング報酬という設定でもあったので、まあこのね車両をゲットして喜んでおられる方たくさんおられるかと思います。それでは一応こちらの、ドレスアップ見ていきましょう。このようにホイール変えることもできません、そして車高もね変えることもできませんので、まあこのねイニシャル D コラボでゲットした秋山渉の原作タッチバージョンレヴィンをね、どうぞドリスピの中で存分に操ってくださいということでしょう。はい、それではこちらですね、いつもこのね1枚にかけて引いていく形になっていますが、今回もね引いていきましょう。この 5% に夢を乗せて A86 プロジェクト D のこの原作タッチバージョン確定でゲットした方は 50% または 5% で神引きをした方おめでとうございます。僕もねワンチャンこの 5% にかけて夜景来てくれるかもしれないという期待を込めつつ引いていきます。では来てくれてもいいんですよ。そうですね、まあお昼ですね、当然こちらの86ですね、86は86ということでいいんではないでしょうか。まあ今のね星6プラプラアイレベルマックスのままにしておいて、もう一台これで星7が作れるかなという形にもなったので、まあ嬉しいですね。それではここで少し車両をね乗り換えていきましょう。最近僕がずっとリアルタイムバトルでも乗っているこのダブルレーに乗り換えて、そうですね、今日は久しぶりにねあの方とバトルですね、マサトさんですね、来てくれてました。ということはもちろんマサトさんといえば間違いなく、はい、取っておられますね、原作タッチバージョンの A86 プロジェクト D ゲットおめでとうございます。この星7で、まあ、現在ね1007というところですが、せっかくねバトルを送ってきてくださっているので少しね、はい、仲間を外してきました。まだね9ほど戦闘力が高いですが、マサトさんとバトルしていきましょう。よろしくお願いします。さてダブルレーン、そしてこのね匠くんの原作タッチバージョンの86、さあどんな走りをするのか、まあステータス比較はしていったので皆さんもねもちろんステータスの方ご存知かと思いますが、どんなバトルになるのか見ていきましょう。ロケスターはちゃんと決めよう。さあ加速寄りではあるので、ただやっぱりハンドリングがねこの86はいいですよね。ちょっとここグッドはきついですね、正確にいきたい。
さあこのコーナーでなんとか、あ、やっぱりギリギリですね。はい、まさとさんありがとうございました。やっぱりね、走ってても分かりますね。こちらが少し前に出ててもちょっとね、コーナーがあったらすぐね追いつかれるというところが、見えましたので、やっぱりねコーナリング、さすがの86だなというところで、こちらの車両も前回の動画で、ステータス比較していきましたが、アマ×翼の2台ともね、ハンドリングほぼ変わらないレベルでね高いという車両ですので、まあ、全然ねこれからも使える車両ではないかと思います。はい、ということで今回のイベントのね結果、そして報酬車両を見て、最上位報酬車両ともねバトルをさせていただいた後に見ていくのは、やはりお知らせということで、こちら予告次回イベント開催のお知らせということです。それでは見ていきましょう。残りラスト2つになりました。イベントイニシャル D コラボ第4弾全国制覇ということですね。こちらまさしくイニシャル D コラボというところで、プロジェクト D ともね言えるんではないでしょうか。2月15日14時より開催予定となっています。そしてこちらセカンドチャンネルの方でもね、動画でまとめているんですが、今回の本実装ですねから、とてもねいい変更もねあったということで、最後にそちらも少し見ていこうと思います。最上位ランキング報酬はこのね2台ですね、いつもと変わらないアマ×翼の A86 そして ZN6、 この2台となっています。そしてこの ZS での最上位ランキング報酬はプロジェクト D の FD3S ですね。こちらの原作タッチバージョン、チャンスオーダーという形ですね。GP の最上位報酬のプロジェクト D の86の位置に該当する車両になってくるかと思います。そして上位ランキング報酬は、ゴッドフット、星の構造が操る豪快な GTR V-SPEC2 ということで、スカイライン GTR V-SPEC2 星の構造原作タッチバージョンということですね。ゴッドフットが出てきたということは、あちらも出てくるということになるはずですね。ランキング報酬こちら見ていきましょう。ランキング報酬そしてピックアップゴールドオーダーということですので、こちらもねいつものように特攻車両、そして最終的なねランキング報酬に該当する車両になってきます。これも懐かしいですね。ロードスター RS-NB の大宮聡原作タッチバージョンということですね。もうこの辺りの車両を見ると本当ね、イニシャル D の懐かしいあのねシーンが本当ね蘇ってきますね。そしてもう一台はこのね星野が出たというところで出てきたのが、やはり城島ですね。計算され尽くしたコントロール、ゴッドアームなんですね。ゴッドアーム城島の S2000 が原作タッチでということで、 S2000 城島原作タッチバージョンということです。まあこちらの車両もね青色のあの S2000 ですよね。いや本当懐かしいですね、ここら辺の車両はね。まあ今回こういう風な車両が出てきたというところで、次回のイベントではねまだ出てきてない皆さんが、待望している車両もねあるんではないかと思います。そしてイベント交換場というものがねこれあります。これもね後で見ていきますが、妥協なき走り01奥山が絶対的自信を誇るシルビアが原作タッチでということで、シルビアスペックある奥山の原作タッチバージョンということです。こちらはイベント交換場ということですが、一旦こちらのお知らせに戻ってですね、この2月1日に来ているお知らせのドリスピ通信今後の開発計画情報というところ、見ていきましょう。ここでねこのように2月15日より開催の全国制覇イベント ZS についてということで、イベント交換所についてお知らせが来ています。こちら先ほど僕がね動画冒頭でお話ししたように、少しねセカンドチャンネルでまとめてはいるんですが、復習という形で見ていきましょう。今回から強敵の部隊は中堅と大将の車が隠された状態で出現するということです。皆さんこの辺りはね今までのお試し開催とはね変わってくるので頭に入れておきましょう。そして強敵を撃破すると必ず1万ポイントを獲得できるということです。そしてこの消費ガソリンについては、自分が編成している車の中で燃費消費量が高い上位2台を合計した量を消費するようになったということですので、ガスの消費がちょっときつくなっているというところはねあります。この辺りも皆さん燃費のいい車両というものをね用意しておく必要が出てくるかもしれません。そして一番ねメインのところ、イベント交換所というところを見ていきましょう。これ ZS ではポイント報酬の代わりにイベント交換所で報酬を獲得できますということなんですよね。この交換ポイントを使って好きな報酬と交換しましょうということです。まあ、どんな報酬が交換できるかっていうのはね、
まあ、イベントが始まってから分かることなんですが、ここにねもう一部出ています。はい、このように交換ポイント1万ポイントとあって、その下にね1000ゴールド、300ゴールド、100ゴールド、50ゴールド、そしてこの下は多分ね XD の86ですよね。そしてスピチケなどがあります。ということで、まあ、ボスバトルのように普通にね走っていけばポイントをゲットして、そのポイントと同時にね決められた報酬をゲットすることになるんですが、ポイントをゲットする代わりに今回のこの ZS に関しては報酬が決められていないということですね。このように設定された報酬を自分でそのポイントを使って交換するという形になっているということです。その交換ができるものとしてここにあるようにゴールドも設定されているということになっているようですので、まあ、この一番左上であれば消費10万ポイントで1000ゴールドということですので、ポイントの100分の1のゴールドをねゲットできるという形にもなっています。まあ、このあたり今後ね少し変更があったりすることはあるかと思いますが、このようにねゴールドも設定されているということが、このね画像からわかると思いますので、ぜひねこの交換所が設置されたっていうところも含めて、この ZS はね参加したいイベントになってくるんではないかと思います。またねイベントが始まってから詳しく分かってくると思いますので、いつものように概要まとめ含めてね、皆さんに動画でお知らせできればと思っています。はい、ということで今日もね、GP の結果、そして、最上位報酬シェラと走ることもできました。そして、本開催ですね、初めての本開催の ZS のお知らせ見ていくことができましたが、動画冒頭でもお話ししましたが、あと2つということになってきました。イニシャル D コラボ、思い残すことがないようにラスト2つのイベントも楽しみながら走っていきましょう。ということで皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。